創造の共同体と複数の細部族化。政治学者ベネディクト・アンダーソンの著作「創造の共同体」の議論に慣れ親しんだ者は次のようなマクルーハンの文章に出会った時に驚きを隠すことができません。えー、引用です。印刷物が及ぼす心理学的および社会的気欠には。 えー、我々が新しいナショナリズムと関連させているような事態つまり印刷の分裂的かつ画率的な性格を拡張してさまざまな地域を次第に均質化さ,れさせ、えー、結果的に権力エネルギー侵略を増殖させる事態が含まれる別のマクルーハンの文章です。印刷されたページの 確率性,性と反復性にはもう一つの重,大なあ重要な局面があったそれが正しい綴り字文法発音というものに向けて圧力をかけ始めたということだったさらに別の引用です印刷物の上に印刷本の上に、えー、確率の低下をつけられた商品という奇妙に新鮮な性格を付与したのが反復性であり その結果価格システムへの道を開いた加えて印刷された書物には携帯の便利さ入手のしやすさという性格があったこうした拡張的性格と、えー、直接の関係にあるのが表現の革命であった活字印刷によって世界そのものに向かって大声かつ大胆に訴えかけるメディアが生み出された えー、あと2箇所、えー、引用がありますが、えー、それをスキップいたします。ウェブページではあ読むことがあできます。はいえー、我々が、えー、驚く理由はアンダーソンが、ベネディクト・アンダーソンがナショナリズムを醸成するものとしての出版資本、えー、主,主義、えー、プリント・キャピタリズムを 定式化し、た際の所得性がすでにここでで描写的に集約されているからです、えー、ベネディクト・アンダーソンの著作のね,ねが狙いはナショナリズムに先行する同じ規模の文化システムである宗教共同体と王国との比較の中でナショナリズムを大規模に人々を動員する文化システムとして捉えたことにあります。その中で 司法新聞を代表とする出版資本主義、プリント・キャピタリズムの発達は人々をイメージとして心に抱かれた創造の政治共同体として、えー、歴史上全く新しい範疇であり集団に属する個人のアイデンティティの一部たる、えー、国民を形成することに貢献したと見ます。マクルーハンの、えー、不定型で思いつき的な発想をアンダーソンはより 洗練された形でで整理し論争しし論ようとしているからですマーシャル・マクルーハンはルネッサンス以前の部族社会性ルネッサンス以降のナショナリズム電気時代のナショナリズムとメディアが形成する社会意識の彼独自の時間的発達に沿って時代を区分するのに対してアンダーソンは政治学者らしく宗教共同体 王国ととののの政治形態との比較区分の中で、国民国家を出版,資本、えー、出版資本主義との関連の中で分析しています印刷言語はそれまでの写本の悲偽的なエソデリックですね悲偽的な知識を、えー、大量複製による印刷知識として再編成することに成功します、えー、この印刷知識はマクルーハンによると 最初の2世紀は新しいものを読んだり書いたりしなければならない必要よりは古代および中世の書物を見たいという欲望の方にむしろ動機づけられていたといいます。フェーブルとマルタンの書物の登場によるとですね17世紀の初頭には 世界で2億冊の書物が出版されていましたが、これは商業資本主義の発達の賜物であり、この事態はラテン語で書かれた書物を排除しながら、俗語で書かれた大量の本が席巻した結果でもあります。ベネディクト・アンンダーソンは、 俗語、俗っぽい言葉ですね、まあ、人々が話す言葉ということですけれども、バナキュラーな言葉という意味ですけれども、俗語の推進を第一に資本主義の発達に求めていますが、それを加速したのは、ラテン語の脱神秘化、宗教改革、中央集権化の道具としての俗語、まあ、バナキュラーな言葉、一般の市政の人たちが使う言葉という意味です。そういう仕様があったとします。 これらは、えー、メディア論以降の古典的な歴史学者の挙げる所要因でもあります。だがそれはベネディクト・アンダーソンに言わせれば不可欠の要素ではありません。えー、ここからはベネディクト・アンダーソンの引用です。新しい創造の国民共同体はこの要因のいずれかいやそれどころかすべての要因が欠落したとしてもなお出現したであろうとすら考えられる。 積極的な意味でこの新し,い創造、えー、新しい共同体の創造を可能にしたのは生産システムと生産関係資本主義コミュニケーション技術印刷出版そして人間の言語的多様性という宿命性の間の半ば偶然のしかし爆発的な総合作用であった引用終わり、えー、ベネディクト・アンダーソンはさらにこの文章の脚注において先の えー、フェーブルとマルタンの書論を引きヨーロッパ社会における紙が、えー、ペーパーですね紙が歴史的に登場する以前にブルジョワジーが先行して存在し紙質の改善もまた紙の登場から 75, 75年後でのことであったと指摘していますつまり資本主義において紙が利用されそれが出版資本主義の成立を可能にしたことそれ自体 が偶然であったことを示唆しています、えー。この場合における紙というのはメディアということを指すわけですね。えー、彼によるとナショナリズムの発達に出版資本主義は不可欠でありましたがその出版主義の成立は歴史における偶然だというのです。えー、このあたりのレトリックというのは、えー マックス・ウェーバーのレトリックプロテスタンティズムと資本主義の出発というふうなものとものすごくよく似ていると思いますナショナリズムの成立と出版主義の関係についてもう少し考えてみましょうベネディクト・アンダーソンはナショナリズムを3つの類型として捉えています18世紀後半から19世紀初頭の新大陸で生まれた最初のナショナリズム 19世紀ヨーロッパの民衆ナショナリズムそして、えー、19世紀後半から20世紀にかけて周辺国で始まる、えー、皇帝ナショナリズムオフィシャルナショナリズムであります、えー、新大陸における、えー、世界で初めてのナショナリズムが出版資本主義との関連,関連で論じられています、えー、新大陸生まれのヨーロッパ人であるクレオールの共同体がなぜヨーロッパより 歴史的に早く我々国民という観念を発達させたのかという問題をベネディクト・アンダーソンは立てますこの種の問題には先行研究によってすでに回答は与えられていました従来の説は118世紀後半におけるマドリードのマドリードつまりスペインですねマドリードの支配強化と2自由主義解放思想 の普及という観点から説明するものであります。しかし彼はそれを不十分なものとして切り除けます。えー、ここはですね、ベネディクトアンダーソンの引用です。しかしマドリードの構成と自由主義の精神は、なるほどスペイン領アメリカにおける抵抗の衝動を理解する上で重要であっても、それ自体としてはチリ、ベネズエラ、メキシコのような実、えー、実態がなぜ感情的に えー、受け入れられ、また政治的にうまく置くことになったを説明するものではありません。あるもあの説明するものではない。この,この前のです、ねえー、チリ、ベネズエラ、メキシコというような実態というのは、そういう概念、言葉のあ発明と、それからそれに人々があ内実を加えるという、そういう意味での実態であります引用をさらに続けます。 あるいはまたなぜサン・マルティンが特定の原住民をカッコペルー人なる信号によって定義すべしと布告せねばならなかったのかそしてまた結局のところなぜあのような本物の犠牲が払われたのかを説明するものではない引用終わりです、えー、新たな回答の手がかりは南アメリカの新生共同体が 植民地時代における行政単位と合致しておりそれは植民地時代を通して地域として実体化されていたことに注目すべきであるといいますまた行政組織がどのようにして意味としての祖国を創造するのかを考える必要があります、えー、ベネディクト・アンダーソンはあ絶対主義行政下における人間と文書の、えー、互換性に注目しますそして人的な互換性を補完する 文書の互換性は、えー、標準化した国家語この、まあ、この場合のベネディクト・アナダーソンは先ほど言ったようなバナキュラーな言葉ですね、俗語、そういうものと類似、禁似するわけですけれども、国家語の発達によって促進されることになります。このような国家体制の下で、初めてクレオールはヨーロッパ人の人間、競技には、えー、クレオールっていうのはですね、 イベリア半島居住及び半島出身の新大陸人ペニンスラルその両方に現れていますけれどもそういうヨーロッパ人間クレオールはですねヨーロッパの類的な一致ですねと制度上における諸愚の不一致を知ることにあります自分たちはヨーロッパ執事なのにもかかわらず植民地においてはヨーロッパ人と同等に扱われないという そういう悩みをクレオールはあー、まあ、抱えるわけですね。えー、そこで彼らは、えー、一番最初の新大陸におけるナショナリズム、我々はラテンアメリカ人であるという、そういう想像の共同性というのを想像、えー、するわけですね。クリエーションの方の想像です、後者の場合はですね。想像のイマ,ジナリイ,イマジナリなき想像ですね。想像の共同性という概念を、まあ、強化したのは、 19世紀から始まる新聞等のプリントメディアであるという意味です。これはベネディクト・アンダーソンの言う通りであります。引用はですね、ちょっとスキップさせていきます。このようなアンダーソン、ベネディクト・アンダーソンの創造の共同体としての人国民の議論は、 メディアの発達がそれにふさわしい創造の共同体を作ることを示唆します。えー、写真が現れてきましたけれども、これはマーシャル・マクルーハンです。つまり冒頭、のえー、この、えー、レクチャーのです、ね、冒頭に出てきたマーシャル・マクルーハンの引用ですね。それと、えー、ベネディクト・アンダーソンの主張がまあ合致し、よく似ているという、そういうところです。えー、そこから始めました。 この議論はマーシャル・マクルーハンが荒削,荒削りの主張をしたまま放棄しておいた地球の人間の一族、ヒューマン・ファミリーがもう一度一つの部族になることを思い出さずにはおりません。これは、まあ、アンダースタンディング・メディアですね、メディアの理解という書物の中で登場する考え方です。これをママーーシャル・マクルクハンの 単数の再部族化論として名付け、これ、私はですね、名付け、さらに検討してみましょう。なお、部族は、社会が個々の部族から成り立つことを前提に創出された分類範疇であるため、単数の部族化という表現は、同着誤報であります。そういうことをあらかじめ理解しておきましょう。あここですね。 さて、電子メディアによってですね、我々の五感は本来の感覚を取り戻し世界はどんどん小さくなるつまり我々はグローバルビリッジ地球村の住,人住民となりますそして我々は失われた神話的世界の中に再び生きるようになるこれが再部族化に関するリトライバライゼーションですね。に関するマクルーハンの青写真です 彼の部族概念は未開社会に関する幅広い文献の少量から導かれその部族民のイメージはアルカイック古典的なです、ね、世界に住む住民のことであり彼らの思考法もまた近代人とは根本的に異なる人間と考えていましたその意味でマクルーハンは部族民を今日では人種,差別人種主義的なです、ね、発想の源泉と見なされることが多い 本質主義的なものととしてて捉えていることは言うままでももありません。もちろんこの見方は決して特異的なものではなく、えー、次に述べるように近代人が培ってきた未開人のイメージの基本的に、えー、基本形に他なりませんさてこの単数の部族民は地球村とセットで考えられ、えー、彼彼女らはあたかも認識と価値を共有する単一性の中に修練していくと考えられていますマクルーハンの部族化は、 西洋文明の波にさら、えー、されて滅びていく神話,的世界に住む神話的世界に住む人々たちという見解を踏まえたものでありベッドを紹介するルース・ベネディクトの未開人間にも通定するのは当然です。えー、こういうのはですね北アメリカのヒューマニスティックな人類学者が印刷メディアを通して生産してきたものでもあります。 植民地時代に培われた部族概念に見られるように特定の人間集団に当てはめられた本質主義まあそれを生産したのは印刷メディアですけれどもそういう本質主義が電気メディアによって結果的に克服救済されるというのは全く皮肉であります、えー、マーシャル・マクルーハンは電気メディアの発達によって印刷言語が押し付ける、えー、世界観から解放されるユートピアの 人間像の中にかつての部族民もちろん西洋によって想像として、えー、構築された部族民を見ています還元するならばそれはルソーの高貴なる野蛮人の電子版あるいはマルチメディア時代のピグマリオンにほかなりませんしかし印刷メディアを通して国民という主体があ人々によって想像されてきたわけでありますし 植民地時代に成立していた植民地創始国の民族学や歴史学が部族やカー,ソカーストという分類範疇の創出に少なからず貢献してきましたより正確に言い換えるならそれらの分類範疇が実体化してきたという事実はベネディクト・アンダーソンのみならず多方面から指摘されていますそれだけではありません 世界各地の民族紛争の原因となっている民族の本質主義的な対立は、えー、植民地時代におけるえ民族や部族の分類の確定に起源を持つことが多数あります。多々あります。えー、マスメディアを通して民族の対立や差異がえ調和不可能なえ根本的であるかのような言説が現在横行しています。 不幸にも民族学者がこのような本質的な文化のイメージの再生産に加担しているケースも見られますこのような事態は新たなる国民の再編成つまり分離独立を要求したり隣国内の同胞の保護を名目とするブロック介入を等をさらに引き起こす直接および間接的な原因となっています部族や民族の境界は新たに細分化されたり 再編成されることがあっても単一化する見込みは現段階では到底考えられません。まあマーシャルマクルーハンの目論見はどうなるかということであります。えー、マクルーハンのメディアによる地球の細部族化はの予言は当たっていたといえます。しかし、それは彼の言うような、えー、地球村の単数の細部族化ではありませんでした。 えー、距離の遠近を問わない部族の細分化でありメディアの発達は細の微分化つまり複数の細部族化のみならず、えー、部族化算出に拍車をかけてていると言言っても過言ではありませんこの,ような西洋このような西洋がですね自分で作り出したあ苦境に西洋はどのように立ち向かおうとしているのかまたあ我々はどう立ちう 立ち向かうのでしょうか、えー、以上の発表は大阪大学のコーデザインセンターの池田でしたご静聴ありがとうございました